世界には全く雪の降らない国もあります。かといえばオーストリアなどのアルプスの高地では1年のうち8ヶ月も積雪が続く場所もあります。そこには雪景色やウィンタースポーツを心ゆくまで楽しむことができます。しかし雪は喜びだけでなく危険ももたらします。例えば雪崩です。雪崩による死者は世界中で年間150人以上だと言われています。呼吸困難、石灰崩壊による負傷、または低体温症などで死んでしまいます。そんな雪崩に襲われても生き残ることもあるのでしょうか。今回ご紹介する物語はオーストリアのゲイゾゼ国立公園で起きました。この公園を横切るように川が流れ、川に沿って鉄道が通っています。しかしその日は前夜に山で雪崩が起きたため、普段以上に雪が多く積もっていました。列車はいつものように公園を横切るルートを走っていましたが、運転手は急遽列車を停止させなければなりませんでした。線路が雪崩の雪に埋もれてしまっていたためです。この地域ではこのような事態は珍しいことではなく、列車内には常にシャベルが装備されています。また利用者は冬に列車が時刻表通り運行できないことをよく知っています。作業員たちは線路の雪かきを始めました。運転士は運転室から作業の様子を見守っていました。するとある場所で雪が動いているのに気づきました。数回シャベルで掘ると角のようなものが見えました。数分間夢中で掘り進め、雪に埋もれていたものがついに明らかになりました。ヤギでした。雪崩に飲み込まれたヤギが線路のそばにたどり着いたという事実、また車掌が気づいて掘り起こしたという事実はまさに奇跡です。これはアルプスシャモアというヤギで、アルプス山脈の寒い山岳地域に住んでいます。海抜3500メートルもの高さにいることもあります。どうやらこのヤギは食べ物を求めて山を降りているところを雪崩に襲われたようでした。雪に完全に埋もれてしまい、おそらく自力での脱出は不可能だったことでしょう。しかし注意深い列車の運転士のおかげで命拾いしたのです。アルプスシャモアは見るからに足場の悪そうな狭い岩棚の上に立ったり、そこで走ることまでできる素晴らしい動物です。細いひづめには柔らかく敏感なクッションのような部分があります。ひづめと同様に重要なのは並外れたバランス感覚と鋭い視力です。とはいえ鉱山の岩場を歩くヤギの姿はまるで狂気の沙汰のようです。彼らは本当に怖くないのでしょうか。さて今回はここまでです。ぜひコメントにご感想をお書きください。いつもご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。